はいみなさんこんにちは自然療法チャンネルブナの森です今日は、えー、金曜日月曜日に七つ森の登山に行ってきて筋肉痛がひどすぎて本当は今日ロードバイクのトレーニング日なんですが筋肉痛バキバキでレスト日にしてしまいました、えー、普段はロードバイクしか乗ってなかったので先週の金曜日ですかね120キロ乗ってきてほとんど筋肉痛なかったのに月曜日に 登山に行ったらもう本当に筋肉痛で今日も取れません。普通3日ぐらいで筋肉痛取れるんですけど全く取れないので今日は丸一日休みました。それで登山と自転車の筋肉の使い方の違いということを今日はやってみたいと思います。筋収縮には2つあります。皆さんおなじみだと思いますけど、コンセントリコンセントリック収縮、短縮性収縮というものと。 エキセントリック収縮長性収縮、縮伸性というのがありますどちらもまあ同時に起こるんですけど例えばその力こぶの筋肉上腕二頭筋腕の前側ですねこちらの筋肉で考えた場合ダンベルを持って肘を曲げてくるこれがコンセントリック収縮。 それから曲げた肘を伸ばすこれはエキセントリック収縮ですねいいですか皆さんじゃあもう一つ考えます今のは置いておきます今度同時に考えます、えー、上腕二頭筋腕の表側ですねそれから上腕三頭,三頭筋腕の裏側ですねじゃあ肘を曲げてくるさっきのアームカールですね ダンベルを持って肘を曲げてくる運動、上腕二頭筋ではコンセントリック収縮が起きてます。同時に拮抗筋,筋である上腕三頭筋は、えー、伸びてます。まあ、エキセントリック収縮って言ってもいいのかどうなのかってちょっと微妙なところなんですけど、あのー、まあ、そういうふうにですね伸ばされながら張力を発揮したりしてるのを、えー、エキセントリック収縮と言います。 まあちょっと混同してしてまううのでも一回戻します一番最初の上腕二頭筋で考えていきますダンベルを持って肘を曲げてくるときはコンセントリック収縮そのまま肘を伸ばしていく時っていうのはダンベルの重さに逆らいながら伸ばしていきますこちらエキセントリック収縮でこちらの方が筋破壊が 多いですもう重力に沿ってダンベルがこう下に下がっていくのにもうぐっと抵抗するわけですから筋肉の破壊伸ばされながら張力を発揮するこちらの方が筋肉の破壊が大きいですではじゃあ自転車を踏む時これはももの表が大腿四頭筋、えー、こちらで考えていきましょう。えー、まあペダリングでは 臀部、で大臀筋だとか、まあ股関節周辺の筋肉を使った方が。ペダリング的にはいいんですが。ちょっとわかりやすいように。大腿四頭筋で。考えていきます。大腿四頭筋はももの表側の筋肉ですね。で。まあ膝の。伸展運動に関与しています。で膝を伸ばしていく時。まあ自転車で踏むときですね、ペダルを。これは短縮性収縮。 コンセンセトリック収縮が起きています自転車は基本的に、えー、左右で交互に踏みますから、まあ、短縮性収縮の連続です一般的には四頭筋の場合コンセントリック収縮は起きません他の筋肉ではさっきの上腕三頭筋の例で言えば拮抗してます筋肉は 伸ばされながら張力を発揮してます視聴、まあ、筋で考えた場合基本的にはコンセンセトリック収縮のみです、えー、先週120キロ走ってきましたが、まあ、ほとんどこの使い方ばっかりを、えー、していたので、まあ、この収縮に対しては慣れてました。月曜日 七つ森を登ってきたときに、登ったり降りたり、登ったり降りたり、七つ森とは言いましても8つあります。まあ、下りを入れたらもっといっぱいあったと思います。登山で坂道を下るときは、エキセントリック収縮。四頭筋は伸ばされながら張力を発揮します。このとき死闘筋の破壊は大きいです。 これでもうかなり筋肉痛になりました。普段自転車の運動ではやらないエキセントリック収縮の連続でした。120キロ走っても筋肉痛にならない、まあ、ならなかったんですが、まあ7つ盛り、せいぜい300メートルぐらいのまあアップダウンです。たったそれを繰り返しただけでもバキバキです。だから、 まあ、距離だとか負荷だけじゃなくて普段やらないエキセントリック収縮運動だったので違う種類の刺激が筋肉に入りました違う種類の刺激を入れることは筋トレには有効ですこれでかなりの筋肉痛を起こすことができましたトレーニング効果的にはバッチリです ですから両方やった方がいいと思います。筋収縮には二つあります。コンセントリック収縮、エキセントリック収縮。スクワットで言えばしゃがみ込んでいくときにゆっくりしゃがんで四頭筋を意識してください。お尻も同じです。しゃがむときにゆっくりしゃがんでお尻を意識します。まあ、これによって、えー、自転車では使わない刺激の入れ方をできますので、 重力に抵抗するような形でゆっくりエキセントリック収縮を意識してください今日は筋収縮には2つあってどちらの刺激入力も必要ですというお話でしたよかったらチャンネル登録お願いします